すごいな、ズッキーニ大きなったな。うん、もうあの穴開きトンネル外して、うん、ほんまはなんか上に残してる方がいいらしいねんけど穴開きトンネルはどうなってたきつ、あ、横だけ開けるらしい、ほんまは。ああ、そうなんや。根元に雨が当たらん方が、ああ、いつもなんかちょっと腐ったみたいになってこの水っぽくなってな、うんうん、方がええねんけど、うん、ナスがまだかぶしときたいから。うん、これ今雌花やねんな。うん、うん、ちょっと膨らんでものズッキーニできてる、うんうん、2つ。蜂がきっと受粉してくれてんやろな。せやな。ナスも一応3本にしてんや。3本仕立て。へえ。大きいな。うん。一番最初の実の下1本残して。うん。その後2本。この葉っぱめっちゃでかない？大きいな。ナスがこんなさ、山で大きくなったん初めて見てんけど。やっぱこれやな。そうか、寒さに弱いから。うん、今までこれしてないもんな、ナスに、うん、そっか、やっぱ大事に手をかけてあげるとこんな大きくなるんだね。これがピーマンか。ピーマン、これ出してたやつじゃないよ。このこっちはアンドンやって、うん、アンドンの方がええんかなと思ってたけど、やっぱり生育の差が出ましたね。すごいな、全然大きさちゃうな。うん、やっぱり温度がちゃうから。うん、これはほんじゃアンドンからいつに、これかぶせるまではアンドンやってん、うん、先週ぐらいに。あ、そうそうそう、来た時か、うん、あれネギ。あ、そうそう、一応コンパニオンプランツ的な感じに。あ、すごい、植えたんやけど、うん、キュウリも結構大きくなってきてる。これ種からやったキュウリやんな。いや、これ買ったんちゃう。あ、これ分かったやつか。あ、うん、これも最初の方のこの小づるとか、うん、実は取った方がいいらしくて取ってます。はい、はい、そうか、ズッキーニか、種からやったの。あ、そうそうそうあんなでかなってますけどあの、うん、そう思ったらすごいよな、うん、あとな、パクチーとディルも花が咲きそう。いやー、暑いん、うん、これそれがあのユーマイ菜っていう、うーん、中国と、え、台湾かなの野菜、うん、どっちかというと炒めて食べるような感じらしいんやけど、うん、レタスの仲間。うーん、楽しみ。これがあれか、モロッコインゲン。モロッコインゲン、うん、うん、モロッコインゲンもだいぶ、うん、てかほら、あんま変わらん、やっぱ大きいか。でもアンドンの方が全然でっかいと思った。あ、こっちそうやんな、モロッコインゲンやもんな、うん、やっぱちゃうな。No、アンドン、うん、外した方がいいんかな。もう外してもいいかもな、うん、でも来週そうや、雨やから余計外しといた方がいいかかな。濡れそうやもんな、うん、トマトもこれまた結んどいてあげなあかな、うん、あ、バッタ発見。ちっちゃいバッタ、これいっぱい来るよな、うん、トマトも一応大丈夫そうやな。トマトすごい大きい、うん、なんか茎がしっかりしてもう、うん、やっぱミニトマトとちゃうなこれがミニトマトかな、それで見たら。どれやろ、これか、分からんねん。茎で見たら、うん、細そうな、うん、ちょっともらったやつなんで品種がな、うん、全く分からんねんな。分からず、でどれがどれかも分からんねんせっかくなんか説明してくれてたけどちょっと混ざっちゃったな、うん、すごい楽しみやな、でも、うん、どんなトマトができるか、うん、サニーレタスもめっちゃ美味しかった、うんうん、うん、このトマトの間にもディル、どこにいる、そこ向こう側か、あ、ここ、あ、ほんまや、うん、ディルってなんかか細いよな、うん、ディルをさチーズと一緒に食べたいな。な、これ花ちゃう、ほら、あ、ほんまや、ディルの花かわいいねんな、ディルの花も、うん、めちゃくちゃ種できるからな、うんうん、あとこっちが、うん、シソです。シソが結構な、なんかくやられて、なんかちっちゃいよな、この辺のは。ほら、あれや、何にやられて、あの虫やな、多分。うーん、これもちょっとほら、茎のところ、あ、うん、なんとかここの辺耐えたんやけど。あ、よかった、はい、シソはいっぱい欲しいもんな、うん、あ、ここはなんかツルムラサキの余ったのを植えて、うん、これはモロヘイヤ。モロヘイヤも欲しいな、はい、あとこれが鷹の爪。はい、で
こっちは辛いの嬉しいよね。韓国唐辛子。わー嬉しいな。そのままかじるやつです。わー食べたい、うん、夏にそんなん楽しいな。なあ、それでこれが南京もちょっと、あ、これ大きくなったからもうあんどん外して、あ、もう実ついて。でも大体あれやんな、雌花がついたら雄花がないねんな。うーん、あ、そうなんや。こっち雄花やん。うーん、じゃあこれ朝しか開かんからちょっと難しいな。ああ、まあでもこれ受粉してくれてるかも。してるんじゃない。いや、どうやろう。大きいで、ほらちょっと大きいけどな、うん、あとこれがトウモロコシです。これカラスにやられちゃうんじゃん、先々。なあ、どうやろう、うん、まあまあ、またネット張らなあかんかな、上に。実がな、できた時に、うん、これは種、直植えしてんやけど。おー、すごい、うん、順調に。トマト出てきてるわ、トマト。結構いい、良さそうなあ、うん、良さそう。え、こちらが、こっちがあれ、キュウリの種からやったやつか、うん、キュウリ、うん、まだ小さいね。あ、でもすごい、ちょうど時間差で食べれそうやんな、うんうん、はい、ナスの種からやったやつも。あ、頑張ってる。あ、セロリ、これ、うん、セロリなんか1個だけ植えてん。それ何。あ、これつるむらさき。つるむらさきの赤くないやつ、青い方やな。青いつるむらさき。あ、太い、あの、おいしい方。おいしいんや、うん、この柵がちゃんと守ってくれてんな、今のところ、うん、今のところ鹿は侵入してないです。これは本当に山の中にある畑なので。どっちかって言ったら鹿が住んでるところに植えさせてもらってる感じやもんな。うん、まあ、こんな小さかったらもうすぐいっぱいになるな。ほんまやな、うん、でもな、これが全部実ってくれたら結構な食料やわ。いい、うん、あの南京はそこの空いてるところに、あ、広がっていく感じ、広がっていくかなと思って、うん、じゃんじゃんできてほしいな。足りひんと思うけどな、場所な。めっちゃ茂るもんな、南京。うん、ご視聴ありがとうございます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。アランがチェックしに来てる野菜を。